地方競馬とは、日本で勝ち馬投票権の発売を伴う競馬における法令上の工業形式の一つである。本記事では主に日本の都道府県や地方公共団体等が主催する競馬について、詳述しているが、外国における比較的小規模の競馬についても触れる。1948年7月に制定された競馬法の下で地方公共団体によって主催される。 公営競技であり、日本中央競馬会の主催する中央競馬と対応なす法令用語となっている。2013年4月現在は14の主催者により、全国17箇所の競馬場で平地競争とバニー競争が施行され、競馬法に基づく地方共同法人の地方競馬全国協会がこれを統括する。戦前の公認競馬から国営競馬を経て、 政府によって出資される特殊法人である日本中央競馬会によって施行されている現在も国庫への納付金を課せられている中央競馬に対して現在の地方競馬は都道府県内市は競馬場が所在する総務大臣が指定した市町村または先の地方公共団体で構成される一部事務組合が施行する競馬である2014年現在 日本での馬券発売を伴う、競馬全体において、在籍等数のおよそ6割、競争数の約8割を占める。勝馬投票権における払い戻し率は70から80%であり、その収益は、主催自治体の畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興、災害の復興に充てられるほか、競馬を主催していない、 地方公共団体に対しても地方公共団体金融機構の貸付金利引き下げによって還元される。また地方競馬全国協会を通じても広く馬の改良増殖や畜産振興のために用いられている。しかしながら1990年代以降は景気交代や娯楽の多様化などによって開催成績は低迷を続け競馬事業を廃止する。 自治体も現れている。戦前は草競馬と下げ済まれた地方競馬も戦後の一時期は平日開催が可能でかつ開催数が多いことが追い風となり後継気を迎えたこともあった。開催数が多いことで賞金総額は国営競馬の2倍近くとなり1950年にはダービーの有力候補や天皇賞高層馬が続々と 地方競馬入りするといったこともあったが、中央競馬の巻き返しにより再び人気は逆転していった。激しい淘汰の時代を経て、2011年には主催団体が15にまで減少。売り上げは3314億円まで減少した。その後2013年に福山競馬が廃止されたものの、JRA の iPad 投票での発売開始や日本経済の好転に伴って、 売上が急激に回復し、中にはバブル期を上回る過去最高の売上を記録する競馬場も出てきている。2016年度の売上は4870億円で、2011年度から50%近く増加している。平地最多出走回数記録を更新したセニョールベースト競争馬の登録は、地方競馬全国協会が行い、競争馬の格付けは、 各主催者の区分によって行われる。格付けは各馬がレースで獲得した本賞金に各主催者が定める補正を行った番組賞金によって定められ、各主催者とも3段階の大区分を基本としているが、各主催者ごとに年齢、収得賞金、着順のポイント換算など基準は異なる。主催者によっては前述の大区分に数字を組み合わせ。 A1A2B1 のように細分化されることもある。兵庫県競馬組合は競争馬の格付けに独自のポイント制を採用している。なお、中央競馬における初出走馬にはゲート試験が課せられているが、地方競馬ではそれに加えて、基準タイム以上で模擬競争を走破する能力試験が行われるほか、転入馬や長期休養明けの競争馬には同様の長況試験が、 実施される。父、田中道夫と同じ勝負服を受け継いだ、田中学吹首長教師や機種など、競馬関係者の免許は、地方競馬全国協会より付与され、免許試験も、地方競馬全国協会が行う。機種や調教師の養成や研修を行う施設として、栃木県に、地方競馬教養センターがある。ただし、JRA 競馬学校の卒業が義務付けられている。 中央競馬と異なり、地方競馬の休務員は特別な試験を必要とせず、各地方競馬の厩舎と直接雇用契約を結ぶ。開催執務を担う人材は、各主催者の職員が地方競馬教養センターで研修を受けるなどして、業務についているほか、主催者の要請に応じて一部は地方競馬全国協会からも派遣されている。 機種は原則として必ずいずれかの競馬場の旧車に所属することとされているが、南関東公営競馬では2012年4月1日より、所定の要件を満たした機種に限って、特定の旧車に所属しない、機種会所属機種の制度を導入している。機種がレースの際に着用する勝負服は原則として、機種ごとに固有の服飾であるが、北海道競馬と、 南関東公営競馬では、例外的に、馬シコ有の服飾を着用しての騎乗を認めている場合もある。なお、中央競馬は、馬種服が原則のため、地方競馬の機種が中央競馬で騎乗する場合も、馬種服を着用する。また、地方競馬の競争馬が、中央競馬で行われる交流競争に出走する際、 場所が日本中央競馬会に登録されていない場合は、交流服と呼ばれる専用の服が日本中央競馬会より対応される。騎手は原則として所属する競馬場内のみでの騎乗となるが、2000年代以降は他地区の地方競馬で期間限定騎乗を行ったり、重症競争でスポット騎乗を行うなど、活躍の場が広がりつつある。この他、 2007年の倉金育行安を先駆者として、韓国競馬への遠征を行う騎手も現れるようになった。また、多くの女性騎手が各地の地方競馬で活躍していることも特徴となっている。馬種の審査、登録も地方競馬全国協会が日本中央競馬会とは別に行っており、必要とされる所得額は個人馬種の場合で500万円以上となっている。 平地競争のレース風景版 A 競争で第2障害を超える番馬、地方競馬スーパースプリントシリーズの最終戦である、鳴らしのキラッとスプリントを3連覇した、ラブミーちゃん地方競馬の平地競争は一周850メートル以上の走路で、サラブレット系の馬によって行われ、スタートからゴールまでのスピードを競う。番 A 競争は日本で生まれた独自の競争形態で、 体重1トン前後の重種馬が騎手と重りを乗せた鉄製のソリを引き途中に2つの障害を設けた直線200メートルのセパレートコースでパワーとスピードを競う。地方競馬の競馬番組は2歳、3歳一般の年齢区分で番組編成が行われ各馬の格付けに基づいて出走可能なレースが決められる。重症競争は各主催者が個別に定めた。 独自のグレード表記を行うところもあるほか、中央競馬と地方競馬の所属に関わらず出走できるダート交流重賞は、日本グレード格付け管理委員会の承認を受けた格付け表記が用いられ、ダートグレード競争として総称される。このほか、中央競馬の下級条件馬が出走する条件交流競争や、地方競馬のみの全国交流競争、さらには、 地域限定の交流競争や機種のみの交流競争も幅広く行われている。大井競馬場では、韓国馬次会との国際交流競争を2013年より2016年までの4回実施した。また、複数の重症競争をシリーズ化した競争も行われ、一部のシリーズ戦は着順に応じたポイント等で各場の順位を決め、上位場にボーナス賞金を与えている。 全国規模でのシリーズ競争は以下の通り、騎士交流競争には以下のようなシリーズ戦がある。北海道競馬では馬産地に近い特性を活かし、一着馬の馬種、または生産牧場へ副将として特定種護馬の種付権を与えるスタディオンシリーズ競争を行っている。その後、岩手や東海地区、兵庫でもヒットスタディオンシリーズの名称で行われるようになった。 また一部の競馬場では、数万円程度の協賛金と副賞を提供する、ことで、競争の冠命名権などのサービスを含んだ個人、協賛競争を行うことができる。全国規模の表彰として、地方競馬全国協会が、ナーグランプリを1990年度より行っている、ほか、日本プロスポーツ協会の加盟団体として、日本プロスポーツ大賞での受賞資格を有する。 また、南関東地区が優秀機種、厚労調教師らの表彰を行い、兵庫県競馬組合がベッド年度代表馬や各部門賞を選定しているなど、各主催者、地区単位でも独自の表彰制度を設けている。岩手県競馬組合では、馬事文化賞の表彰も行われている。地方競馬で唯一、ダートコースと芝コースを備える森岡競馬場ナイター開催が、 行われる、多い競馬場、地方競馬を開催できる、競馬場は以下の17カ所。ただし2018年時点で、中京競馬場、札幌競馬場は、中央競馬の開催のみが行われており、中京は2003年以降、札幌は2010年以降、地方競馬の開催がなく、実質休止の状態である。地方競馬は、競馬法及び、 競馬法施行規則により年間開催回数と1、開催あたりの開催日数、1日あたりの競争回数が定められている。1回の開催における開催日数は6日を超えず、1日の競争回数は12を超えない。1回の開催における日取りは連続する12日間の範囲内の日取りとする。年間開催回数については、可表で定められた回数を超えない。 ただし、施設改善もしくは公益性の高い事業に対する財源確保を目的に開催回数上限を超えて特別競馬を3回催を上限に開催することが認められている。2020年度実績同一県内、同一主催者による売り上げは合算している。 地方競馬全体の売上が過去最高を記録したのは1991年の9862億3944万9300円。2020年は1991年以来となる9000億円突破となった。特別区競馬組合の場外施設、ふと幸楽園2015年4月現在、工術の重方式が設定されている。南関東や東海、 北陸といった地区単位での総合発売や広域上間場外発売の設定によって地上以外で施行されているカチウマ投票券の購入も可能である。各主催者がそれぞれ場外発売所を設けているほか地方競馬全国協会と全国公営競馬主催者協議会が出資する日本レーシングサービスが馬王の名称で各地に場外発売所を展開している。 電話、インターネット投票については、東京都競馬によって運営されるスパッド4、旧来の各主催者ごとの電話投票網を統合した D ネットを引き継いだ、オッツパーク、インターネット投票専業で新規参入した楽天競馬が存在するほか、中央競馬の電話投票システム、iPad でも、地方競馬の競争を一部購入可能となっている。採点競馬と、 地方競馬昭和九年四月三十日、気仙沼での花競馬の様子日本においては中世以来、祭りの中で神社などに即席の直線馬場を設けて二頭の馬を競わせる形式の競馬が全国各地で広く行われていた。こうした祭典競馬、花競馬と呼ばれる日本古来の競馬に対して、1860年代より横浜や神戸の外国人居留地において、 イギリスを起源とする西洋式の競馬が行われるようになる。これは1870年の陸軍による召魂者競馬を皮切りに日本人によっても取り行われ、不平等条約改正を目指す日本政府によって日本が西洋諸国と同等の文明国となった象徴として懸念された。そして祭典競馬がその様式をもするなどして全国各地で次第に 洋式競馬が行われるようになっていく。そして1910年に競馬規定が改正された際に、採点などの娯楽のために競馬を行うことが法的に認められるとともに、地方長官による許可と商品、開催費の補助の下で畜産組合らが競馬を施行することができるとされた。続く1923年の競馬法においては、 政府が公認した競馬クラブによる公認競馬のみが競馬を施行し馬券発売を行うことができるとされたが各地の畜産組合による競馬の中にも公認競馬に倣って入場券による景品競馬のみならず馬券の発売を実施するものが多く現れるようになる。しかしながらこれは同時に山市的な主催者による競馬場の過剰なまでの増加や 入場券の制限が公然と破られるなどの問題を引き起こした。そしてこうした競馬を政府の統制下に置くために、ついに地方競馬規則が施行されるに至るのである。この中では、地方長官の許可の下で各地の畜産組合、畜産組合連合会、馬質改良を目的とする団体が競馬を施行することができるとされ、またその統一的な規定が定められた。 法令用語としての地方競馬の故障はここに始まる。1927年秋に52主催者59競馬場で始まった地方競馬は公認競馬を含めた競馬熱の高まりの中で順調に開催成績を伸ばしていく。公式には禁じられていたが、実際には公認競馬との間で人馬の流動性も高かった。また、 地方競馬規則の制定に先立つ1926年には、第日本三馬会、日本乗馬協会、帝国運送協会の三団体と、その関連組織が合同し、馬事関連の全国的な組織である帝国馬筆協会が創設されていた。これが地方競馬主催者の全国的な連絡組織として、機能し、馬名への登録や機種の講習も実施している。 軍部の統制均衡作戦の試し水を溶かする、方兵部隊と軍馬このようにして、地方競馬はその法的な地位を得た。一方で、これは、軍馬用途を目的とした馬筆の改良と馬実装の普及という国策と関連したものであり、農林省や陸軍省からそれ自体は軍馬には向かない。サラブレッドによる競馬は公認競馬に譲り、 地方競馬ではより群馬に適したアングロアラブアングロノルマンによる競馬を、さらには平地競争ではなく障害競争や速歩競争を行うべきという意見が当初から出されている。1933年には地方競馬規則が大幅に改正され、一定以上の売上規模がある主催者はその売上の一部を馬匹改良、馬事に関わる、 施設のために支出すること、出走を内国サンバに限ること、速報競争を重視することが定められた。また1936年に公認競馬側が日本競馬会に統合されると、相互の交流は一層厳しく統制された。そして、日中戦争の勃発とそれによる軍馬需要の急激な増大を背景に、1939年7月3日より、新たに、 軍馬資源保護法が施行される。これによって、それまで地方競馬とされてきた競馬は、馬券発売を認められた、軍用保護馬単連競争へと移行し、国防上特に必要、とする馬の資質の向上を、ズり軍馬資源の充実を期、することがその目的となった。これによって、当時100を超えていた、地方競馬場の多くが閉鎖され、都道府県ごとに存在した。 畜産組合連合会35団体の下でで37個へと集約される。売上金の一部を国庫へ納入する機能を有していた組用保護場鍛錬中央会がこれを統括し、後に太平洋戦争が勃発するとこれは国家総動員法体制下で帝国馬筆協会、大日本機動会とともに日本馬次会へと統合された。この鍛錬競争は、 いよいよ選局が悪化する1944年末まで続く。闇競馬からバレン競馬へ第二次世界大戦終結後、軍馬主源保護法並びに国家総動員法が廃止されたことで地方競馬はその法的根拠を再び喪失した。しかしながら、早くも1945年は秋には静岡県で法的根拠を持たない闇競馬が行われるや、 地方競馬の開催を望む機運は全国へと波及してゆく。また1946年春になると農林省ら中央政府の目認可で地方長官の認可と条例をもとに競馬を施行し、その売り上げの5%前後を戦災復興や海外引上げ者への支援金のため地方自治体へ寄付する事例も多く見られるようになった。また北海道においては、 進中していたアメリカ軍第11空挺師団がアメリカ独立記念日を祝うために競馬の施行を北海道馬筆組合連合会に要請。1946年7月6日から進中軍競馬として競馬が再開されることとなり札幌、函館、室蘭の3都市で施行されている。そして1946年11月20日、ようやくこの無法状態に終止符を打つべく、 地方競馬法が施行される。これは、戦前の地方競馬規則と同様に、馬筆組合、馬筆組合連合会が競馬を施行することを認めるものであり、その中央団体として、中央馬次会が置かれた。単連競争時代に引き続き馬券の発売も認められたほか、配当の上限も従来の10倍から100倍へと引き上げられている。また戦前に引き続き、 サラブレットアングロアラブラ系種話を中心としていた日本競馬界に対し各地の農業生産と密着した実用馬を用いることが打ち出され民主化の世相を反映しその収益の使徒も各馬ひつくみ愛連合会及び中央馬次会の裁量に任されていたしかしながらこれらのバレン競馬は闇競馬時代からの連続性が強くまた敗戦直後の社会情勢もあって 競馬場での相乗事件が頻発する。GHQ と競馬法成立 GHQ が使用していた第一生命館1947年7月、連合国軍最高司令官総司令部より、日本競馬会及び、上記の中央馬事会、馬引組合連合会が、競馬事業を独占している、独占機関であるとの通告がもたらされる。 GHQ が施行していたであろう完全な民営化、そして、それがもたらすと考えられた反社会的勢力の、競馬へのさらなる蔓延を防ぐため、同年12月23日の閣議決定において、従来の公認競馬は国営化、バレン競馬は公営化し、都道府県に、これを委ねることが決定された。各地のバレンは1948年春の開催を、 強行するなどの抵抗を続けたが解散。資産の異常を迫られ、中央馬次回も1948年7月に解散を余儀なくされる。そして1948年7月、競馬法が成立。これによって、バレン競馬の資産及び開催権は、都道府県、競馬場が所在する市町村、そして地方財政委員会が別途指定した、潜在復興の中で、 自主財源不足に苦しむ市町村へと移り、地方競馬は現在まで続く公営競技へと大きな転換を果たすこととなる。戦後派として廃成構造競馬法が施行された1948年、公営競技へ移行し競馬を施行した地方競馬場は全国で61カ所存在した。だが当然ながら、公営化によって当時の地方競馬が抱えていた問題が、 一挙に解決するはずもない。馬資源の不足は深刻であった。中間種が競争に盛んに用いられ、馬席登録を偽った競争馬が蔓延したほか、北海道ではバンバを平地競争で走らせるような規則すら取られた。また、競馬法が成立したのとほぼ時を同じくして、自転車競技法が国会を通過。十一月には、小倉競輪場で日本初となる競輪が、 開催されると、この戦後生まれの公営競技は、大衆から爆発的な人気を獲得する。その後も1950年には、小型自動車競争法によって、オートレースが、1951年には、モーターボート競争法に基づき協定が開始され、それぞれ順調に売り上げを伸ばしていった。一方で戦前以来の球体依然とした施設に頼る、各地の地方競馬場は、 開催成績が低迷し、急速にその数を減らしていく。こうした中にあって、いち早く重静を見せたのは、関東地方の競馬場だった。1947年の浦和競馬場を皮切りに、後に南関東公営競馬を構成する四競馬場は、交通の利便性が高い土地へと移転を進める。これによる順調な売り上げの増加を背景に、 スターティングゲートの導入や大いによる合皿輸入のような先進的な施策を進め、国営、中央競馬移籍次第競争を制しうるような名馬が数多く現れるに至った。何よりもアングロアラブ競馬においては、質、量ともに国営、中央競馬をしのぐ堂々たる繁栄を見せている。また、北海道ではその地理的条件から、道内の各競馬場を 人馬もに関係者が渡り歩く、ジップシー競馬とも呼ばれる工業形態が長く残った。万ン競馬が公営競技として根付き始めたほか、戦前以来の都価値におけるアングロノルマン生産を背景に、速歩競争が1960年代初頭まで重要な地位を占めた。関西方面へ目を移すと、大いと同じくゴーサラを導入した兵庫競馬は、その扱いに慣れないところに、 コースの手狭さもあって小商場が続出。頭数の少なさから競争が成り立たず、ミスミス国営競馬への流出を許してしまった経験から、以後はアングロアラブ専業の競馬場として、アラブのメッカへの道を歩む。大阪競馬場、春木競馬場では障害競争が人気を博し、君寺は北海道をはじめとする冬季救済競馬場の出稼ぎ先として、 独自の存在価値を見出した。その他の地区においても徐々に施設の近代化が図られ、1970年には大井競馬場で後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こす廃成功がデビューを迎える。このアイドルホースの登場による第一次競馬ブームによって全国的に開催成績も上向いていった。ただし、長沼後期を 委員長として1961年2月に組織された公営競技調査会の答申は大筋として公営競技の現状維持を定めるものであったが、その中では馬、場所の登録や地方競馬の機種免許、専門職員の養成、派遣を全国一元的に統括するとともに、その利益を広く畜産振興のために還元する組織を設立することが求められていた。 これを受けて1962年に特殊法人である地方競馬全国協会が設立され、競争馬の登録や機種、調教師免許の管理は各主催者からこちらへと一元化されている。1963年には新人機種などの育成を行うために、栃木県那須塩原市に地方競馬機種教養所が完成した。黒い霧の時代から改革へ、 ツインクル開催の多い競馬場パドック一方で戦後直後の社会情勢下で公営の競馬を開催するにあたっては必然的に地元のボスたちとの接触が不可欠である。兵庫のようにバシュらによって組織された新公会が競馬の開催業務に深く関わるなど公営化されたといっても組織としての透明性が長らく不十分な地域も存在した。騎手や調教師。 旧務員への反社会的勢力の浸透も避けられず、1960年代から1980年代にかけて競馬法違反容疑で逮捕、追放された事例は全国的に数多い。競馬場内における飲み屋コーチ屋のバッコも問題であった。また黒い霧事件を契機に一般社会においても注目を集めた公営競技を取り巻く黒い影の存在は少しでも 怪しい競争が行われた場合に、ファンが800兆をこわだかに、叫び容易に暴徒化する環境を生み出していく。とりわけ、その被害規模の大きさに加えて著名馬が関係していたこともあって、その打事件は現在に至るまでも語り継がれ、兵庫県競馬組合の運営に影を落としている。革新自治体における公営競技に対する風当たりも激しく、年に、 大阪競馬場、1974年に春木競馬場が廃止されているほか、大井競馬場においても1972年度をもって東京都が開催権を返上し、特別区競馬組合単独での主催となっている。同栄競馬にて、一人当たりの馬券購入額を5000円に制限するような規則が採用されたことすらあった。そして、 オイルショック後の社会情勢も影響し、1970年後半に入ると地方競馬の開催成績は再び全国的に伸び悩む。公営競技としての財政貢献もままならないとなれば、各地で競馬場の存廃までも含めた議論が進められることになった。そして1980年代中頃から、それぞれの主催者が知恵を絞り、 様々な進行策を打ち出していく。ただでさえ減少した入場者を不快にすること、なはだしかった飲み屋コーチやは、1985年からの全国的な正常化作戦によって、競馬場内から可能な限り締め出された。顧客の利便性を高めるために、電話投票の導入や昼休みのサラリーマンを狙った、外向き発売口の設置、県内。 地区単位での相互場外販売の試みが始まったのもこの時期である。中でも岩手県競馬組合は最新鋭の映像伝送システムを駆使したテレトラックと呼ばれる場外網を構築し急激に売り上げを伸ばしていった。1986年には大井競馬場において日本初となるナイター競馬トゥインクルレースが行われている。それでも 大胆な進行策を実施するだけの体力を有して、いなかった主催者の開催成績は低迷し、中でも1988年には、君いデラ競馬場が廃止へと追い込まれている。また、古くから各地の競馬場間を移籍する馬は数多く、存在したが、他地区との間で、直接の交流は、ほとんどないに等しかった。それが、1972年に、 南関東におけるアングロアラブコバ最高の競争であったアラブ大賞店が全日本アラブ大賞店として翌1973年にはその打競馬場で3歳馬のクスノキ賞がクスノキ賞全日本アラブ優勝としてそれぞれ地方競馬全国交流競争化を果たすこれによって各地区の代表馬がそれぞれのプライドをかけてしのぎを削り合う舞台が生まれることになった 中央競馬との間でも1973年より、中央側で、地方競馬招待競争が、大井競馬場で、中央競馬招待競争が各年で交互に、施行されていたが、1986年からは、帝王将が距離を2000メートルに短縮された上で、中央競馬招待、地方競馬全国交流競争となった。中央競馬側でもオールカマーが開放されたほか、 ジャパンカップにも地方競馬所属馬の招待枠が設けられていた時期があり、1985年には船橋所属のローツキータイガーが2着と検討している。オグリキャップの登場と交流元年2000年のフェブラリーステークスに出走したサイの名声オペラ。安城は菅原愛沙織主1987年、笠松競馬場での地に、 第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎える。これ以前から続いていたバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績もようやく上向きを見せた。1989年には生産者らの団体が主体となって北海道競馬にてブリーダーズゴールドカップが設立されている。また騎手招待競争のような企画。 交流競争も花々しく行われ、1988年には兵庫県競馬組合が通算2000勝以上の名手たちが高額賞金をかけて戦うゴールデンジョッキーカップを創設。1989年から1993年にかけては国外からも招待騎種を招いたインターナショナルクイーンジョッキーシリーズが開催されている。各主催者だけでなく、 地方競馬全国協会も1990年からは地方競馬全体の表彰としてナーグランプリを開催し、従来の機関し、地方競馬が一般競馬ファンも対象としたファーロングへと衣替えするなど時代に合わせた広報活動へと転換していく。一方で、オグリキャップやオグリローマン、稲荷ワンのような化出場を排出しながらも、 活躍の場を求めて中央競馬への移籍を許してしまったことは地方競馬関係者からすればその心境は複雑であった。また中央競馬の側も国際化な日本競馬の地位向上において地方競馬との協調を進める必要に迫られたことから1995年より中央競馬と地方競馬の間で交流案年と呼称される。 相互交流の大幅拡大が実施されることになった。多くの地方競馬場にて、中央競馬所属馬が出走可能な指定交流競争と日本中央競馬会が賞金の90%を援助し、一着馬に中央競馬で施行される条件戦のうち特別指定競争への出走権利を付与するとともに、中央競馬への転入を優遇する JRA3 祭。 認定競争が設けられた。また、各ブロックの代表選定競争を勝利するなどした、馬には、中央競馬の最高格付け競争たる、GI 競争に向けた、前哨戦への出走権が与えられ、さらにはそこで構想することで、GI 競争本体へも出走する道が開かれた。果たして、この交流元年初年度から笠松所属の、ライデンリーダーが、 大花賞のトライアル競争である4歳牝馬特別で勝利。本番の大花賞こそ4着だったものの、中央競馬の3歳牝馬クラシック参戦すべてに出走を果たしている。1996年には、日本中央競馬会、地方競馬全国協会、全国公営競馬主催者協議会によって、ダート競争格付け委員会が組織され、翌1997年により、 中央競馬、地方競馬を横断した重症競争の格付けであるダートグレード競争制度が導入された。2001年からは全国の地方競馬場での持ち回り開催となる JBC 競争が創設されている。そして1999年、中央競馬の東京競馬場で開催されたフェブラリーステークスを岩手所属の名声オペラが制し 地方競馬所属馬による中央競馬開催 GI 発制覇を達成した。同年にはレジェンドハンターがデイリー杯三歳ステークスを逃げ切り、本番の朝日杯三歳ステークスでも2着。2004年には北海道競馬で認定休者制度を利用したコスモバルクが中央三歳ボバクラシック戦線へ有力馬の一頭として参戦し、人気を集めた。その後も、 カカニシバ路線への挑戦を続け、シンガポールのクランジ競馬場で開催された国際 GI であるシンガポール航空インターナショナルカップを制する快挙成し遂げている。相次ぐ危機地方競馬の開催成績が最初のピークを迎えた1980年を100とした場合の地方競馬全体、中央競馬、 地方競馬各地区の1985年1991年2000年2008年の開催成績。1980.1985年分の地方競馬開催成績については年度単位。2008年の地方競馬開催成績は廃止された競馬場も含まれる中央遺跡後、2011年の大花賞を制した際の安藤勝美騎手しかしながら、 バブル崩壊後の経済情勢は地方競馬の開催成績を直撃した。1991年に9862億円でピークを迎えた地方競馬全体の売上は2000年には5605億円まで激減する。巨額の累積赤字を積み上げた各地の主催者は一転して商店費をはじめとする経営コスト削減に回るが、それが 馬資源の流出や旧社関係者の指揮低下を招くことで競争自体の魅力が乏しくなり、ますます開催成績が悪化するという悪循環に陥っていった。また、中央、地方合わせて2001年には46競争まで拡大したダートグレード競争だが、その賞金水準の高さに比して売上額はかんばしくなく、地方競馬にとってのカンフル材とはならなかった。 高崎競馬場や新潟公営などでは、入場者数増加の振興策の一環として、日本中央競馬会の場外勝ち馬、投票券発売所を場内で併設することが行われた。だが、その結果として、目の前で行われている生の競争ではなく、わずかな手数料収入しか得られない、中央競馬の中継映像へ多くの顧客が群がるという、悲劇的な光景も見られたという。 また、西日本を中心に、専業の競馬場も存在するなど、長らく地方競馬の歴史を支えてきた、アングロアラブ競馬だが、1995年の中央競馬における廃止に続いて、1980年代から財務ヤ数の減少に悩んでいた南関東の競馬場が、その廃止を決定する。交流元年後はサラブレッドによる、相互交流の機運が高まったこともあって、 アラブのメッカを誇った兵庫県競馬組合も1999年にサラブレッドの導入を発表。最終的に2009年9月27日に福山競馬場で施行された開設60周年アラブ特別レジェンド賞をもって日本国内におけるアングロアラブ系単独競争は姿を消している。そして2001年大分県の中津競馬場が21億円の 累積赤字を理由に廃止されることが主催者の中津市より発表される。その後、中津競馬場では廃止に伴う競馬場関係者の保証金をめぐって労働葬儀が紛糾するが、ともかくもこの中津を皮切りとして全国的に競馬主催者の撤退が相次いでいった。翌2002年8月には日本一小さな競馬場として知られた島根県。 マスダ市のマスダ競馬場が廃止となり、2003年から2006年にかけて、足利、高崎、宇都宮の北関東公営競馬が壊滅。東北地区では、2002年にすでに前年より三条競馬場での開催を中止していた新潟県競馬組合が完全に廃止され、翌2003年には、作家山口ひとみが愛したことで知られた上山競馬場からも競争馬が姿を消した。 かつては、地方競馬の優等生と謳われた岩手競馬すらも、開催成績の低迷に加えて、1996年に移転した新森岡競馬場の建設費をめぐる、巨額の債務によって破綻的な経営状況へと、陥り、2007年には一時廃止が、確実視された。1989年より4市による、北海道市営競馬組合として主催されてきた番、A 競馬についても、 2006年に、帯広市を除く厚生地方公共団体が撤退し、単独の開催へ縮小することで辛くも、存続している。また、地方競馬から、中央競馬の競争への遠征場に起乗する機種は、当日の他の競争にも起乗できたことから、地方競馬の名手たちが、中央競馬においてもその腕前を披露する機会を得る、ことになった。そして、地方競馬の未来が、核も、 不安定な状況にあっては、一般的な注目度、金銭的な待遇ともに恵まれた中央競馬への移籍を望む騎手が現れることも自然な流れである。2001年、長らく笠松競馬場のリーディングジョッキーとして知られた安藤勝美が中央競馬の騎手免許試験を受験することを発表した。この年こそ一次試験で不合格となったが、すでにその実力が、 中央競馬のファンにも知れ渡っていた安藤勝美が免許を取得できなかったことは各方面からの非難を呼んだ。そして翌2002年には通称安括ルールと呼ばれた過去5年間に中央競馬で年間20勝以上の成績を2回以上上げた機種の一時試験を免除する規定が設けられたこともあって見事に合格。地方競馬全国協会は 騎士免許の中央、地方重複所有を監督官庁である農林水産省へ要請したが認められず、2003年3月より安藤勝美は中央競馬所属騎手として再出発を果たした。以後も各地区のリーディング級騎手による中央競馬騎士免許試験の受験が相次ぎ、また地方競馬内でも比較的余裕のある競馬場への移籍を望む事例が、 見られるようになった。生き残りに向けて、文別競馬場のポラリスドーム2004年、疲弊する地方競馬を中心とした日本競馬の構造改革を目指して、競馬法が改正され、勝ち馬投票権発売業務をはじめとする競馬の実施にあたる業務の大半を民間業者へ委託可能となった。そして早速、2004年限りでの廃止が決定していた。 高崎競馬場について、当時新進気営の IT 系若手経営者として知られ、熱心な競馬ファンでもあった、ライブドア社長、堀江貴文がインターネットを通じた馬券発売を中心とした再検索を持ち上げる。2005年にはソフトバンクの子会社であるソフトバンクプレイヤーズが日本レーシングサービスが所有していた南関東を除く。 地方競馬の統合電話投票システムである D ネットを買収し、翌2006年4月よりオッツパークとしてリニューアル。同社はまた、帯広主催の万イ競馬の一部業務委託も2011年度まで担っている。一方で、南関東公営競馬は、東京都競馬がシステムを管理する自前の電話投票システムスパット4を有していたが、 別途2006年3月末に楽天との間でインターネットを通じたカチウマ投票券発売業務の提携を発表。他の主催者もこれに追随し2007年2月より楽天競馬として業務を開始した。こうしたカチウマ投票券発売業務の委託は10%以上の高額な手数料による収益性低下の問題をはらんでいたもののその利便性の高さから 総売り上げに占める電話投票の割合は着実に増加していった。中でも高知県競馬組合は、春うららの登場と関係者の必死の努力によってギリギリで廃止を免れる状況が続いていたが、インターネット投票の顧客を狙って2009年より、当期も含めた通年ナイター開催である夜、サコイナイターを開始。放日する日本中央競馬会の電話投票システムでの 発売もあって大きく経営を安定化させることに成功している。このようにナイター開催化の流れは全国的に顕著であり、同じく2009年から門別もナイター化し、2012年からはその打け馬場も限定的ながらナイター開催を行っている。こうした中で地方競馬の開催成績は2000年代半ばから微減で推移してきたが、 それでも2011年には荒尾競馬場が2013年には福山競馬場が廃止となった。2000年代の後半に入るとインターネット発売や広域上間場外発売の拡大もあって従来から進められていたダービーウィークをはじめとする全国規模のシリーズ競争の企画運営や交流競争路線の整備が一層の進展を見せてきた。また、 小泉構造改革に伴う特殊法人改革によって地方競馬全国協会は2008年より地方共同法人へと移行する。この際にその業務に競馬活性化事業及び競争場、生産振興事業に対する補助が加えられ農林水産大臣の認可を受けた認定競馬活性化計画に基づき地方競馬全国協会が各主催者や 業務受託業者を支援することが可能となった。そして日本中央競馬会からの交付金も用いて整備が進められた地方競馬共同トータリゼータシステムによって2012年10月からは地方競馬 iPad として中央競馬の電話投票システムを通じた地方競馬の発売を開始。また同じシステムを通じて地方競馬場やその場外勝馬。 投票券発売所で中央競馬の馬券を発売する J プレイスも拡大し、その手数料収入が一部の地方競馬主催者にとっては重要な収益の柱となっている。これらの施策が実を結び、地方競馬の売り上げは下げ止まりの傾向を示している。川崎競馬では平成25年度の一般会計決算で累積赤字をすべて解消し、黒字に転じたほか、 万栄競馬も平成25年度、平成26年度の2年連続で、売得金が全年度比110%以上となっている。また、長年下落傾向にあった競争賞金も徐々に回復に転じ、各競馬場において、重症競争の新設や、賞金増額などの施策が講じられるようにもなった。上述の通り、地方競馬とは日本国内における、 法令用語である。だが、日本国外の競馬についても、その思考形態や開催規模などによって、地方競馬に近い形で呼ばれているか、翻訳、紹介にあたって、地方競馬の語を当てる事例が存在する。これは、必ずしも、日本における、地方競馬と質的に同等というわけではない。フランスの競馬においては、フランスギャロとシュバルフランスによって施行される。 パリ地区を除く地方競馬協会が施行する競馬が地方地区とされる。全国に200を超える地方競馬協会が存在し、その施設は多くの場合地方自治体の所有である。全国で10個の地方連合会によって束ねられた。これらの地方競馬はパリ地区も含めた全国組織であるフランス競馬全国連合を通じて、 審判や発送などの開催質問を担う人員や、放映機材の支援、フランス場外馬券発売公社の収益からの資金援助を受ける。一方で、プムでの発売を受けられない、零細地方競馬協会については、開催成績が低迷し、競馬を廃止する地方実地主体も現れている。オーストラリアの競馬は連邦を構成する、各州及び特別地域ごとに、 根拠法が制定され、それに基づいて、大小数百の競馬主催者が存在している。これはその賞金額などによって三つのカテゴリーに分類され、上からそれぞれ都市競馬、地方競馬、田舎競馬と呼ばれている。ただし、カテゴリーの間で相互の出走の制限などは存在せず、あくまで主催者の相対的な位置づけに過ぎない。ウルグアイにはの競馬場が存在するが、 そのうち首都モンテビデオ郊外に存在するマローニャス競馬場以外の競馬場を地方とする。チリの競馬においては、各競馬主催者は、法的には同等であるが、記録、統計上は、首都サンティアゴの2団体トビニアデルマールに存在するバルパライソスポーティングクラブの3主催者が中央、それ以外は地方とされる。ありがとうございます。